のり。右。左。右。右。左。右。右。右。左。右。左。右。左。右。ちょっと早いか。まずいな。締めっぱ。右締めっぱ。左。見ない。ナイス。
左、右、右、右。右。いる。右。ナイス。あ、やった、マジで。やった、やった、これゴルフレだよな。やっば、わあ、マジ。びっくりした、これ本当にゴルフレだよな。カットシーン入ればゴルフレ。Father. 来た。It's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then 77回目。They thought I was you. ちょうど77。And I found her. I put her back together. クリアできたのか。She's free now.今日の日付を忘れないようにしよう。1月11日。なんでこんなゾロ目なんだ。あーやば。絶対に無理だと思ってた。 I found you。 I'm going to come find you。 スプリングトラップ。あー、夢にも思ってなかった。マジか。いやー、すいません。全然実況してなかったね。いや、マジで、これでクリアできると思ってなくて。で、星が4つだ。来た。嬉しい。はい、ということで、いかがだったでしょうか？ここまでカスタムナイト。お付き合いいただきありがとうございます。もちろん、全部の星をゲットしてまいりましたと。あのね、本当にクリアできないとずっと思ってた。多分これプレイしてから4日目くらいかな。4日目くらいで挑戦回数77回、プレイ時間2時間くらいだと思うんだけど、いや FNAF 3より絶対にかかるだろうなっていうのは分かってたんだけど、かかんなかったんだよな現実。最後あれどうなった？5時の時点でバッテリー 16% くらいかなと思って、いやこれもうお祈りでするしかないなって思ってたのは、そこまでの記憶はあるんだけどそっからクリアするまでの記憶がちょっとなくて、なんか嘘だと思うけどさ、これバッテリー 6% 残ってたよね。夢だろこれ。あ、夢だな。途中からね、あの意識を変えたんですよ。イエンドゥだけ注目して、まあ、途中多分イエンドゥいなくてもカメラ切り替えてる場面とかあったと思うんだけど、それはもうイエンドゥいる読みでカメラ切り替えてたんで、そういうことになっちゃったんだけど、やってくうちにね、だんだん掴んできて、この時間だったらイエンドゥ出てこないなとか、ここでわざとカメラを下ろせばイエンドゥ出てくるから、そこで一旦処理してからルーティン挟もうかみたいな、そういう結構テクニカルなことも実はやってたりします。まさかまさかのシスターロケーション、ゴールデンフレディモードベリーハードクリアいたしました。これでね、ピッツァレアシミュレーター、僕の大好きなピッツァレアシミュレーターに進むことができます。嬉しい、マジ嬉しい、超嬉しい。久々だこんなん。久々の監視室だったしね。いやー楽しかったです。シスターロケーションありがとう、そして見てくれたみんなにもありがとうと伝えたい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。さようなら。